急がなくてもいいのよ。どうやらまた新たな変数が現れたようね。あったぞ、二つ目だ。それで大丈夫です。しばし待とう。あ、俺たちの拠点に誰かいるぞ。おい、お前たち何者。待て、この装置このようなじゃ、ふん。どうやらやったー。じゃ、うん、あそこ、さ、よかったです。すごくよかったぜ。ここはえい、お嬢さん。お、もちろんだ。そうだ、それから、ほう、旅人、拙者に一つ案があるのでござ。稲妻には焼きすっては決まりでござるな。ここにいたんですね。一つ問題が。うむ。ええ、それに私の裏の装置に。すみません。はい、私もフィッシュル殿。ええ、お願い。はあ、かな。うお、なんだ。
そっか、吟遊野郎に連絡するんだな。あれれ、やっと僕に。違うぞ。奇妙な装置。その言い方。僕はただこいつ。それよりも、おう、すっごく旅の意味はその謎の、その点から。うぅ、たしその美しい思い出を。それじゃ、き原油屋なんて言ったってあいつ。もう戻ろうぜ。さっきこたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満たされているのかしら。安心して、危害は加えないわ。というより、私はただ偶然この海域を通った小鳥。たまたまここには私と関係する力があった。それが気になって浜辺に降り立ち、島の一切を伺っていたの。本当に面白かったわ。公務で忙しくとも、海島に来た人は、みんな心の底から笑顔になっていた。そして、後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と美しい意志をもたらしてくれた。あなたたちの玄武は、まるで海面上の泡のように、透き通っていて儚い。ここ、私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。だから、言ったはず。私に目的はない。私は、ただの小鳥に過ぎない。ここに残っているのも、あなたたちの喜怒哀楽を鑑賞するため。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。とても気になったから、こんな方法で、あなたとコミュニケーションをとっているの。私の名前は気にしないで。おそらく将来、他の場所で、いつか会えるかもしれないから。その時が来たら、きっとあなたも、私のことを知るはずよ。